はいどうもマノチです。よろしくお願いします。ペナント西武編やっていきましょう。難易度変わらずです。ですね、順位なんですけど2位になりました日ハムに抜かされましたよ。いやーすごい勢いなのよ日ハムが。よし勝ちましょう。負けられない感じになってきてはいるからね。今日ピッチャー本田圭佑選手先発いきます。使います。よしどうしましょうか。今日はあんま何も考えてはないんだよね。スモールベースボールいきますか。スモールベースボール上手に使いたい。いきましょう。栗山選手2番で、あと走れそうな選手を9番に置きたいんだけどちょっといないな。秋山選手足速いけどあれだよね、盗塁そんなんだもんね。盗塁 F か。よし金子選手任せよう。9番どうしよう。なんかすげえ木村翔吾選手出してショート9番いきます。いいんじゃないこれでなんかいいんじゃないってすげえ適当な感じに聞こえたかもしれないけど、なんか普通すぎるか。まあ普通すぎるけどたまにはいいべ。山川くん出してえな。いやいいかな。あどうしよう鬼。あーいや木村翔吾選手出します。これでいきましょう。7番森くんか。うんこれでいきます。はい難度がスモールベースボール。まあ理想はノーアウトなんだけど、ノーアウトで金子選手出して走らせて送りバント。京セラドーム大阪です。でオリックスバファローズ対ワンアウト三塁の形、17回戦の模様をお送りいたします。作りたいね。バファローズの先発はエースの金子千尋、対するライオンズの先発はルーキーの本田。頑張りましょう。投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。さあ注目の立ち上がり、バッタープレイボール金子打ちました。ショートの右ドマイ一塁送球アウト。これでワンアウト。流し打ちで孤高の仕事に栗山。金子選手防御率、あ今3点台になったか、4点台になるぐらいなのかい今って。あいろいろ悪いの持ってんだ。まあそれでもね金子千尋っていうだけでなんかすごいっていうイメージはやっぱあるよね。投げました打った。ナバッチ浅村選手が打つんだよね。打ってくれるのは助かりますよね。どうだろうダメだ。足立そのままベースを踏んで3アウト。ライオンズ初回は0点に終わっています。足立選手は体大丈夫なの。そういえばローズの攻撃に入ります。先頭バッターは木瀬、打ったに当たりだ。やられた。ヒットボールは中継木瀬ビッグ。いいバッティングを見せました。さあノーアウトです。あーバントか。全然警戒しなかった。ピッチャーから一塁送球。あ危ない。よアウト。ランナー糸井さんナイカス早いね。集中使うの。集中します。投げた打った。初期中村下がっていった。落下手に入った。掴みました。いやー結構ね余裕を持った。めっちゃ使ってくるね集中投げた打った強い当たり入れば先制だ。伸びたレフナイバッチ29号すごい。これあれよ出るよ出るよ。ストレートを完璧に捉えられました。チンポコ奪回者。いえいいね。もうちょっとゆっくりよどっこいしょしてほしいけどね。投げた打ちました。なんかイエーって喜んでたけどさ余裕ないよね余裕はないよね。1回の裏が終わりまして2対0ライオン。まあ CS はもうね硬いと思うんだ。ライオンズの攻撃
要はもう1位リーグ優勝できるかどうか、なんかずるずるいきそうで怖いよね。なかなか打てません。ここはうまい守備に阻まれました。投球が取れたら3球目打ちました。ファースト真正面。多分ね9番木村翔吾選手がねやたらと輝くと思うんだ。2回の裏これからバフォローズの攻撃に入ります。高め。トップバッターは西野。投げた。あっち。見逃し三振。第3球を投げた。打ちました。ピッチャー返し。うわ微妙。どう間に合う。拾い直した。アウト。これで2アウト。ランナーありません。投げました。打った。サード右へのゴロ。一塁送球。いいですね。いや本田圭佑選手は俺は本当にね活躍してもらいたい。3回の表、まあ名前から入った選手だけど頼れる鉄砲が隅谷活躍してもらいたいね。打ちました。1・2塁間のゴロ。1塁送球。どんまい見てて活躍するからストライク。どんまい車内バッター獅子の回答金子。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。よしナマッチ。うわ惜しい。いやなんかなんとかなりそうな気はしてはいるな。あコーナー君気づきは防御率が3位。面倒さ選手すごいですね。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターいいよ。打順は1番に帰ってボブセビック。スタミナいいか。5回まで持ってくれりゃいいかなと。本田取ってアウト。これで今ねローテしっかりやってくれてる選手、ローテーションで回ってる先発ピッチャーがみんな疲れてるんでね。浅村選手首位打者取らせてあげたいですね。メヒア選手はホームランを取らせてあげたい。よし。あー取られそう。あれだね、そろそろどっかで、まあ、どんな形でもいいから1点取りたいんだよね。取っておきたいよね、そろそろ。投げました。よっしゃ、ナイバッチ。さらに伸びていく。フェンス直撃。ボールはセカンドへ。どうする。一発勝負溜まった。溜まってたら使うよ。使ってないか。使ってないじゃん。溜まってないか。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。引っ張りとかはまんねえかな。流し打ち。第5球ほら。よし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 。ナイスチ。ナイスバッティングです。ライオンズなおもチャンスが。これは集中使って。さあこの対決に。引っ張りかフルスイングではめる。フルスイングではめる。さあ5球目。打ちました。サードゴロゲッツーになるか。メヒア選手走って。これで2アウト。よし。ライオンズなおもチャンスが続いています。しょうがないね。バッターは6番。いやたまんねえ一発勝負。ちょっと出てくんねえかな。出てくれれば森くんの時には溜まってるでしょ。次は4球目投げた。打ちました。うわ引っ掛けた。フラフラッと上がった。掴んでこれで3アウトになります。これは痛いね。痛いね。ランナー1塁バブローズ。この回はクリーンアップからの攻撃になります。バッターは猛牛の伊達天。打ちました。ボテボテの当たりはショートゴロ。かっこいいな猛牛の伊達天。これでワンアウト。ランナーありません。バッターは4番 T 岡田。今日危ねえ。俺さっき外角投げて打たれてんだよ。バッターは5番足立。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れて打った。挟むボールを使う。うまい。かっこいい。セカンドフォースアウト。リプレイはダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。これサムネ候補。ういかっこいいね。4回の裏が。よし5回の表2点を追いかけます。いやここらで1点ぐらい取れればねまた変わってはくるんだけど。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは頼れる鉄砲が隅谷。変化球。全然取れる気しない。してない。バッターは9番木村。これがやっぱ警戒された。左右する場面。ここで勝負に出ます。投げた。空振り三振。バッターアウト。いやいいよ。最後はスイングアウトの三振に変わりました。5回の裏。いや立ち上がり痛かったな。先頭バッターは西野。低めのボール引っ掛けた。抜群の安定プリを今は本当に初回だけ。中島最初のバッター打った。浅村ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。次が4球目投げた。だーしょうがない。ヒットは打たれる。クリーンヒットです。
いいバッティングを見せました。バッターの9番若月、今日2度目のバッターボックス。あー、危ねえ。引っ掛けた。左中間へのフライですが、取ってこれで3アウトチェンジ。一塁ランナー島田さん、ゲームは後半に金子くん出ようや。獅子の回答金子、今日はショートゴロとライトライナー。投球はこれから6球目。チェンジアップ空振り三振。出れない。バッター孤高の仕事人栗山、今日は三振と変化球。すごいね。ちょっと打てる感じは全くと言っていいほどしないレベル。縦のカーブ空振り三振。抜群だねその変化球が。最後は空振り三振に打ち取る。バンコツ、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターはボクセリ。いやこれ6回投げ切ってくれたら相当でかいよ。第4球を投げた、打ちました。1・2塁間への当たり、浅村取った。1塁送球アウト。危ねえ。これで2アウト。糸井さん今回引きバッターは猛牛の伊達糸井。打ちました。秋山落下点に入った。取りました。これで一発勝は溜まってるから、ランナー出ちゃえばもう使うぐらいでいいと思ってもいるんだよね。その塁に出るっていうのはすげえ難しい。これでワンアウト、ランナーありません。バッターは華麗な長距離砲メヒア、打ちました。セカンド左横のゴロ。出れないね。これで2アウト、ランナーありません。バッター必殺アベレージヒッター秋山、今日は打った破った。よし、ファーストのエラーが記録されます。使うか。一発勝負使って1点は取れると思うんだよね。森、今日はさあ監督は勝利。入れてこい。第5球投げました、打ちました。うわ、1点取れないんじゃない。センターへ取ってアウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー7回目。厳しいですね。ラッキーシブンの攻撃、この回のトップバッター。さあここは監督の見せどころ。第3球を投げました。いや、本田さんまだ投げれるんじゃないですか。全然投げれるよ。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番赤地。いや、まあこのイニングラストだね。さすがにこれ以上引っ張れない。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番西野、今日は三振と打った。ボールはライナーでセンターへヒット。これがボールは中継、西野ツーベースヒット。いいよいいよいいよ。バッターが代打伏見、今度ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。投げました、おっと当たってしまった。デッドボール。バッターは8番島田。第5球投げました。お疲れ。8回の表、これからさあ出ようや、なんとか出ようや。頼れる鉄砲が住谷、今日はファーストゴロと三振。待て。第4球はよし、変化球よし、見送ってフォアボール。金子千尋、ストレートのフォアボールを与えます。スモールベースボール使って、さあここで何かを仕掛けてくるようです。いやちょっと待ってよ、もう8回か。いや今送ってでワンアウト二塁作ろうと思ったんだけど、もうアウト6つやったら終わりでしょ相手に。その状況で今送るか。いやなんか得点圏にランナー置いた方がいい気がするな。送ります。さあここで勝負に出ました。最悪だ、頼む。失敗するのは一人でして。あーっとショーフライになった。二塁送球、二塁フォースアウト。オッケー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 、いいよいいよいいよ。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。で考えろよ、ダイソーいないね。木村翔吾選手のままでいいね。引っ張りかな、引っ張りで。第5球投げた、打った、1・2塁か。よし、抜いていった。ボールは中継、金使うか、使うか。一発弱点。ランナー2人を置いて迎えるバッターは栗山。さあここでごめん、じっくり見るしなかったよ。行ってこい、頼む、打ってくれ。第3球打ちました。どうだ、センターへのフライダー。タッチアップ噛みました。木村、ああできない。これで2アウト、ランナーは集中使えない。第5球投げた、打
打ちました鈍いゴロ島田ボールを掴んだセカンドから一塁送球一発勝負がはまらんランナー一塁バンコツこの回の攻撃はつかまったからいやもう負けられないんだよね今日は三振とレフトフライライオンズピッチャーを交代次は5球目低め空振り三振まずは先頭バッターの三振に切って取りました投げたスライダー見逃し三振バッターは2番俊太投げた変化球うわ入ってないそうストレートのフォアボールランナースタート三振よし素晴らしいね8回の裏が終わりましたさあここは守備を変えてくるよいよいよ最終回を迎えましたバッター世界を知る男前中村今日はここまで3打数1安打投げた打ちました三遊間の当たりやばいよねやばいどう、うまくいかんね投げましたよしフォアボールバッターは必殺アベレージヒッターフルスイングとかはまんねえかな第4球を投げましたオッケー送ってフォアボール金子千尋ストレートのフォアボール当たりいやここで平野さんちょっと待って左打者悪い集中使って引っ張ろう引っ張りますよ次は5球目打った内野ゴロ T 岡田取った T 岡田ベースを踏んで2アウトライオンズ代打出すか鬼崎さんかな大崎選手代打持ち左だから左苦手だもんね平野選手今帰ってたよね代打持ち行きますかヒット1本で2人帰ってこれるよピンチヒッター大崎何で行くかだな何で行くかなんだよなハマりそうなものを考えようぜもう集中も使えないでしょセンター返しだな投球はこれから3球目打ちましたピッチャーうわ走って平野今拾った試合終了惜しいね惜しかったねいや負けたねやべえなおいどうしよう日ハム勝ってんのかなそれが怖いな離されたらもうズルズルいっちゃうよこれ間もなく行われます本当に今日は2人とも大活躍でしたいや初回ご覧いただきましたやられたね知らないねコメント読んでいきます、マモチさんもしプロスピ2017が発売されて2015のようにプロ野球速報プレーがあったらホームラン予想クイズやってくれますかやりたいですねちょっと約束はできないんですけどちょっとその時と仕事の忙しさがちょっと変わっててちょっと何とも言えないんですけどやりたいなとは思ってます面白かったよね速報プレーねセーブってここ数年パリーグの優勝決定試合で何回も負けて目の前で胴上げされてるんですよねぜひ優勝してほしいですね、これに対しての返信で8年で5回多いですね多いですちょっと待ってよ真野さんに相談です、はい僕は中間一貫校 中高一貫の男子校に通う高2なのですが5年間ずっと男子だけの空間にいて女子との付き合いが疎遠な中来年から学校内の女子部とクラスが同じになるので女子がいる空間での振る舞いをどうすればいいか悩んでいますどうすればいいと思いますか全然自然体でいいと思いますよそれこそどうしていいか分かんないっていうキャラというかでいいんじゃないかなと思うけどねやっぱりそういう思春期にそういう場で過ごしてなかったわけでしょうまくやれっていう方が不可能でしょういや負けてしまいました今日は
あ、今順位どうだった？まだゲーム差 1.5 のままかな。そういえば一応ね、7月末に取ったんで、月間 MVP をちょっと見ようかなと。おめでとうございます。すごい、おめでとうございます。はいはい。いや、まあ当たり前だけど全然諦めてもいないし、頑張ります。コメント読んでいきましょう。初コメです。はい、長文になると思いますが許してください。お願いします。そんな長文でもなかったですよ。学生なんですけど学校に行きたくないです。遅刻してでもなんとか行ってますが、いじめられてて限界です。遅刻して行ったらサボりとか言われ、いつもサボりとかっていつも言われます。他にも殴られたり蹴られたりを毎日されてます。ある先生にその日が締め切りのプリントの答えあげるから3000円と言われました。答えはもらったんですけど、お金は先生に渡すべきですか？それもうね、言うところに言えばいいよ。言うところに言えばいいと思いますよ。まず、うん、その先生はあれだ、もう言葉悪いかもしれないけどダメだ。言うところに言っていい。それはもう、まあね、その仕返しとかっていうのがあって怖いのとは思うんですけど、いろいろあると思うんですけども、今できる全力で戦うべきだと思いますよ。西武ドラ1の今井投手が岸選手がつけていた背番号11を継承しました。あ、そうなんだね。間野内さん、今井投手は来年何勝できると思いますか？1軍で試合出れたとして1年間出続けるってのはないと思うんだよね。なんやかんやで3勝ぐらいかな、予想。前々回のコメントなんですけど、今日誕生日ってコメントがありました。おめでとうございます。自分は巨人ファンなのですが、ここ2年ぐらいはあまりいい結果も出ていません。巨人はどうやったら優勝できると思いますか？どうだろうね、まあ、今年はね、まあ、その監督が新しくなって監督1年生とかいろいろあったと思うし、来年以降じゃない、今年補強もできてるしさ。ただ、ね、補強で一つ間違えればチームカラーがごっちゃになるみたいなさ、あるじゃない。そこの怖さはあるけどね、まあ大丈夫かなと思うんですけど。秋山選手4番みたいです。あー、今日やってもよかったかもね。巨人が今年大型補強したんですが、来年もすると思いますか？これに対しての返信で、優勝できなかったらするでしょうねってのがあって、うん、多分そんな気はしてます。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。はい、すいませんね。コメント読んでいきます。間野内さんは陰部が痛むことはないんですか？あれですね、金玉の袋から袋というか、そのから肛門までにかけてですね、痛むとかってのはないですけど、やっぱ脳一生の病気があるんで出血とかたまにしたりはします。痛み、やっぱ血が出たりしこりがあるときは痛んだりはするかな、歩きにくいよね。次のコメント。冬になってきて自分の通学路にクロスト履いてる女子って楽しいんですが、間野内さん生足派ですかクロスト派ですか？あー、どうだろう。俺もストッキングあった方が好きかもしんない。その日の気分かな。今はストッキングありかなです。渡辺直人選手はサード上手なので、うまいので、おかわり君と最後交代すべきかと。あ、そうなんだね。ショートのイメージはすげえ強かったんですけど、ありがとうございます。間野内さん、プロスペースで選手の特殊能力はレベルどこまで上げていますか？その時々ですね、時々です。基本
S ランクの選手はレベル1は確実に取ってはいますけど、マノチさんお疲れ様です。お疲れ様です。エゴシ選手が結婚しました。はい、2年半の遠距離恋愛だったそうです。自分は1年半の遠距離で終わってしまったのですが、遠距離恋愛からの結婚はすごいと思います。マノチさん、遠距離恋愛どう思いますか？うん、別にあれじゃない、距離が離れてるかどうかの差だけだと思いますよ。離れてるから見えるものもあると思うし、だと思います。マノチさんは森永のアイスボックス好きですか？なんだアイスボックス？あ、わかった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 。好き。結構好き。あれだよね。あの、じゃがりこみたいな形のやつに入ってるやつよね。だよね。多分そうだよね。アイスボックスって。多分そうだと思うんだけど。好きです。マノチさんはビールならどの銘柄を飲みますか？あー、お酒を飲まないんでわかんないですね。ただ昔アサヒビール園で働いてたことがあったんで、まあ選ぶとしてはアサヒビールを一応選ぶかもしれないです。成宮くん、芸能界引退、ほんとショックです。やってなかったなら正々堂々と戦えばいいのに、なんでやめちゃうんだよ。これじゃ黒だと思われても仕方がない。これについて間内さんどう思いますか？やめるのは全然いいと思うんだよね。まあそのやってようがやってまいが関係なくね、仕事辞める自由もあっていいと思うんですけども、いろいろ理由はあると思うしね。まあそれはいいんですけど、辞めるタイミングだよね。今辞めたらもう黒と思われてしまうってタイミングだったよね。ただまあそれすら考えられないぐらいに追い詰められてたのかなと思います。間内さん、来年はカープ、来年のカープは今年の強さを維持することができると思いますか？できそうな気はし、どうだろう、難しい気がする。ちょっと待ってよ。なんか食べ物関係がなんかやたら遠いんだけど、なんでだろう。マノチさんはマクドナルドでドリンクはいつも何にしてますか？僕はマノチさんがいつも頼むドリンクはコカ・コーラゼロだと予想します。ファンタグレープかな。基本的には持ち帰りの人だから飲み物は頼まないんですけども、お店で食べるんだったらファンタグレープですね。レッドソックスを FA になった上原選手がカブスに移籍が決まりましたが、上原選手は新天地でも活躍できると思いますか？まあ昨日もちらっと話したけど、メジャーリーグのことは全然わからんから、そのチームがどうとかっていうのも全然知らないんですけど、上原選手ってことを考えたら活躍できるんじゃないかなと思います。よし、終わりましょうか。終わりましょうか。なんとか頑張りましょうね。8月でよかったよ、まだ。まあ7月末か、この順位が。これ下手に9月とかだったらもう多分取り返しつかなかったような気がするんだよね。まだ8月だったら這い上がれるというか、まだ逆転できるからね。頑張ります。そんじゃ、終わりましょう。終わります。バイバイ。